こんにちは。スイートピオニーのよしこです。今回は The Rose を演奏させていただきます。それでは聴いてください。どうぞ。ありがとうございました。The Rose を演奏させていただきました。今回もピアニストのまみさんに一緒に演奏していただきました。どうもありがとうございました。今回は演奏できるギリギリの時間までお部屋を使っていたもので、一人でお話しさせていただきます。さて、1979年公開のアメリカ映画、The Rose の主題歌として作られたこの曲は、主演のベッド・ミドラーさんによって歌われて大ヒットしました。この曲は多くのアーティストがカバーしていて、ジブリ映画の思い出ポロポロの中で日本語で歌われている愛は花、君はその種もそのうちの一曲です。ジブリで使われる曲はとにかく歌詞がいいというか、心に伝わってくる歌詞の曲が本当にたくさんあって、後になってよく聞き返してみると感動してしまうことが多いです。マミさんもそうなんですけれども、マミさんのご主人も私たちの古い合唱仲間で、私たちのコンサートで彼が作曲した曲を演奏させてもらったりとか、いろいろお手伝いしてもらったりしているんですけれども、ある時隣のトトロをコンサートで演奏した時に号泣してくれたことがあって、正直あの曲を演奏して泣かれると思っていなかったのでかなりびっくりしたんですけれども、それだけのすごい力を持った曲なんだなっていうことを実感した出来事でした。ちょっと話はずれてしまったんですけれども、今回はですね、The Rose を、の原曲の英語で演奏したんですけれども、宮古はるみさんの日本語の演奏も言葉がしみじみと伝わってきてとても素敵だなと思います。さて、次回はコンサートで演奏した時にアンコールをいただいた、スコットランドのフォークバラードを演奏させていただきます。私たちも大好きな曲です。ぜひお聴きください。今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。